分散投資、資産を増やしたいという声がありますね。まあ SP500 インデックス投資でやりたいって人が結構多いので、まあ間違った方向じゃないのかなと思います。とにかくアメリカのインデックス投資といえば SP500 ですね。これで分散ができる。そして資産を増やすっていう意味では、まあベストな方法じゃないかなと。一番、時間がかかりそうででも遠回りしない方法なんですよね。っていうのは、売り買いをすることで、まあ途中で税金を取られたりとかですね、売買手数料を取られるっていうところで、結局手数料負けをしてですね、長期的にお金を増やせないっていう、迷走してしまう、その投資行動の方が、日本人が多いんですよね。なので、まあ、もう自動的に毎月何万円が引き落とされるという形で SP500 インデックス投資が一番のおすすめです。